おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今日はですね、WBC の話をしたいところを、ぐーっとこらえまして、いきなりプロスピやっていきます。だそうです。本当はね、全力でね、チェコいいチームだって、応援したくなるって、チェコ戦前に言ったやーん。日本中言った通りの反応だったやーん。と喉がはち切れるほど叫びたい気分なのですが。なんか自然に WBC の話し始めてますよ。プロスピやります。だそうです。はい、プロスピやっていきます。今回は情報たくさん。更新があったわけじゃないけどな。その原因がこいつ。原因言うなや。プロスピエースファンフェスタなるものが行われたそうです。盛り上がったみたいだぜ。そんなんはどうでもいいのだが、この中でプロスピの新情報がたくさん告知されたそうな。お、しっかり配信見てきたんだな。あれかなり動画時間長かったろ。まあそれも情報をみんなと共有するためだ。しっかり見てきましたプロスピエースファンフェスタ。お、うまいことまとめてる動画を。2番線 G、それをまとめてきましたので。いやそれはもう盗作では。どこよりもギュッとまとめてきました。なんでそんな堂々としてられるの？これが新情報のフルコースでございます。どうも本日担当シェフの霊夢です。お前がやってんのは皿運んでるだけだろが。どうもバイトリーダーです。まず1番から見ていきましょうか。ジャパンセレクション開催。3月22日、15時から。来週水曜の更新できたな。3月29日がグランドオープンだろ。最後の1週間に詰め込んできやがった。とりあえず今の侍ジャパンが来ることは確定したが、発表された画像はこれだけだ。メジャー組が登場するかはわからないと。個人的には出てもいいと思うけどな。これ登場して1週間後にはスピリッツ4300だろ。代表に選ばれるくらいの選手だからもちろんタイトルホルダーも多いわけで。すでに4200で登場してるってことか。メジャー組いないとそんなに盛り上がらなそう。いや絶対盛り上がるだろ。貴様とは真反対の考えだ。意見は真っ二つ。まあそれは人それぞれだから。私は大勢もゴーゴーとゴーもカズマも大城の匠人も超欲しいぞ。じゃあ引くのか？自チーム確定はなしだぜ。聞いてたまるか？思いっきり同意見じゃねえか。まあメジャー組出た時にヌートバーいないってのがなんだかなって思いはあるけど。巨人で出るんじゃない？出ねえよ。それだけは確実に言い切れるわ。そしてこちら。頑張れ侍ジャパン試合展開予想キャンペーン。なるものをやってるんですが。これはもう詳細は無視で大丈夫。もう確定したらしいので。更新と同時に侍ジャパンの第1弾選手を確定でもらえると。あ、ちなみに第1弾と第2弾に分かれてるらしいが。更新日は同じだそうです。第1弾と第2弾まとめて22日に来るのか。選手の振り分けは不明だ。これで第1弾は無料でもらえるのが確定したから、第2弾はイベント報酬とかかな。それはあるかもな。それか第2弾にメジャー組をまとめて出してくるとか。うん、それはないな。ガチャする場合に圧倒的にそっちが人気になってしまう。第2弾は10連2500エナジーかかるとか。ごめんちょっと黙っててもらっていい？よく考えろ。相手はコナミだぞ。いや絶対ありえないから。結構考えたな。さらにさらにこちら。こっちは応援キャンペーン。見ての通り。日本が優勝すれば S ランク侍ジャパン契約書がもらえると。お、これは前回言った通りだったな。予想的中。第1弾第2弾ってなってるから、全選手の誰かってことだろうな。これは是が非でも優勝してもらわないと、あと優勝以外手抜きすぎだろ。それはちょっと思った。ま、現時点で準々決勝は決まってるから A ランク以上は確定だ。A ランクもらっても嬉しくないのですが、そこは選手を信じて応援あるのみだぜ。とジャパンセレクションはそれくらいかな。とりあえず第1弾1枚は現時点で確定。優勝したら2枚。イベント報酬あったら3枚か。それだけあったらさすがに引ける気がする。巨人から4人も選出されてるしな。いやヌートバー。はい次行きます。2つ目が固有モーションの追加。日ハムの松本剛選手、そして巨人の大勢投手。その2人は映像出てましたね。大勢見よう大勢を。あれ、お前固有の興味あり？大勢は特別だろ。あのフォーム意外と投げやすそうだし。あ、ゲームでってことね。いや実際に自分が投げるとき。そうかよかったな。いいねー。似てますね。ま、今年のキャンプですでにフォーム変えてたけどね。そういうこと言わないの。WBC ではこっちで投げてたから、努力は報われたな。ほら投げやすそう。この映像は独自の極秘ルートから入手しました。おっと危ない危ない。降ってきてんじゃねえか。グレーなことすんなよ。これが俗に言うあれですね。弱小 YouTuber の強み。アウトはアウトだバカ野郎。さあ新情報はまだまだあるぞ。もう大丈夫か？さっきのでなんか心配になってきた。身の潔白をここに宣言します。うん、それも嘘だからね。ちょっと夜中のテンションでやっちゃった。うぷ主すでに超眠い。まともな判断できなくなっとる。心配だ。
ここまで来たら意地でも編集終わらせて今日投稿するぞ。そういうことはあんま言わないもんだぞ。眠すぎて弱気になってますから、うぷ主超弱気。ここで一応報告しときます。うぷ主すでに超眠い。聞いたよね、ボケてんのか。はぁ、間違えました。寝ぼけてますね。プロスピの新情報をうまいことまとめてある動画をまとめる。最初にそういった割にダラダラとやってるって思いませんか？思いますね。本当はサクッと紹介して別のことメインでやるつもりだったんですが、結構序盤で諦めました。マジでいらない報告。うぷ主超眠い。なので今回はこの新情報一本で勝負します。よろしくー。絶対に再生回数回らないやつだな。おせえからな。このタイミングでこれ一本で勝負は少子千万ですよ。わざわざ今このタイミングでこれ見てくれてる人たちがみんな幸せな人生を送れますように。そんな願いを込めてやっていきます。あと早く寝たい。じゃあ早くやれや。はい、お待たせしました。三つ目の新情報。まだ三つ目か。先投げー。早くやれって。どうでしょうか皆さん。もちろん侍ジャパンも熱いですが、個人的にこれ超楽しみです。スカウト演出のリニューアルだな。待ちに待ったぞー。頼むから契約書の方も変えてくれー。こんな画像が発表されました。まだ全然出来上がってないっぽかったね。一瞬だけ動画で流れたのが。こういう演出。イメージ的には一番左のが最初の映像かな。ここからタップして演出が始まるみたいな。あと真ん中の画像ですよね。夕日をバックに走る野球部ってとこか。チャリで応援するマネージャー。みんなこれ見た瞬間に思ったと思うけどさ。これは完全にあれだよね。オス番長リスペクトだよね。いや、わからんわからん。え、パチスロのシステムが？そうじゃないです。学生さんとかあんだろ。ハマる人にはハマったと思うけど。オーバーサーティーネタやめて。でこれさ、どうなんでしょう。契約書の演出は、スカウト演出って表記されてるからな。契約書開封をスカウトと呼んでいいのかどうか。でもさでもさ、一番左と他の2枚、かなり経路が違う気がするのだが。まあそう言われれば確かに。どっちかがスカウトでどっちかが契約書ってパターンだったらだいぶ嬉しい。まあ今のスカウト演出が契約書になるでもいいけど、それが前にあったパターンだな。この演出はもともとスカウトの演出だったから。契約書開封で自チーム確定があったら燃えるぞ。あと2枚引き以上確定もな。どちらにせよ楽しみだぜ。ただスカウト演出に関しては、制作中となってますから、多分3月29日のグランドオープンには間に合わなそう。では次。新球種と新特殊能力の追加だ。まず新球種一番下のスプリットシンカー。これはシンキングスプリットとなるみたいです。これはお知らせできてたからな。その内容が発表されたって感じだ。これも概ね予想通りでしたね。何が？概ね予想通りでしたね。なんか気になるのある？いや実際に見ねえとわかんねえしな。急に当たり前のこと言い出しましたねこいつ。新球種はそりゃそうだけど、特殊能力も全部が投手のもんだ。なんか投球の幅を広げるためみたいなこと言ってたもんな。これはグランドオープンと同時に実装されるのでね。お楽しみに。で最後がオールドユニフォーム2023シーズンの追加。これはまあそんなですね。欲しい方はどうぞご自由にって感じで。なんかだんだん雑になってない？人間ですから。でこんなのもあったぜ。投打バランスや守備走塁バランスの調整はお知らせできてたよな。パワーヒッター強くなるとか守備シフト増えるとかか。で世界ランク実装ってやつ。これは完全に謎ですね。またなんかしらの告知が来るかと。世界ランクって響きは悪くない。さすがに世界だと私もベスト10に入れるかどうか。しますね。あとは新 BGM の追加と、こちらも期待してます。選手用機能追加。選手用枠が増えることにも期待。で全国大会の追加とリアタイの対戦記録の追加。いやー、今からグランドオープンが待ち遠しいぜ。しかもそれまでに侍ジャパンも来るわけだしな。残りわずかとなった2022シリーズ、最後まで盛り上がって駆け抜けそうだ。あの一つ疑問があるんですけど。はいどうぞ霊夢くん。何でもじゃんじゃん聞いてくださいな。なぜ貴様が仕切っている？とうとうバレましたか。はい、そんなわけで長々とやってしまいました。新情報まとめ。なぜ貴様が仕切っていると言っている。こういう動画も久しぶりだったな。気になやぼけー。最初は私がまとめていたはずだったのに。このくだりも久しぶりだな。ねえ。おい、まだもう一つあるぞ新情報。あ、しまったしまった。じゃあ最後は任せるぜ。任されたー。新イベントも作成中だそうです。その名もサクッと育成ストリート。これかなり面白そうだよな。まず最初に、このチャンネル子さんの方ならお気づきかと思いますが、サクッと育成ストリートという名前からわかる通り、完全にパクられました。サクッとパクられました。もう任せたから何も言うまい。サクッとシリーズはこのチャンネルのお箱だぞ。何の連絡も来てないんですが。
でも確かに超面白そう。どないやねん。ダメだ、我慢できなかった。まあこれ、この画像見ればわかる通り、ほぼ栄冠ないんですよね。いや、まあ似ているけれども。選手一人を育てるっぽいから、サクセスと栄冠ナインを合わせた感じか。楽しみですよ。なんせ栄冠ナインって本当に素晴らしいゲームですから、いや偶然にも今私実況してましてね。まあ盛り上がること盛り上がること、ちょうど今甲子園行けるかどうかってとこの過程を迎えて、宣伝してる。一番おもろいところ、視聴率もうなぎ登りですからね。いや別に見てほしいって言ってるわけではなくて。